ノコギリカミキリは、昆虫交渉種目カミキリムシ科ノコギリカミキリ族に分類されるカミキリムシの一種。標準和名は、各節が虚子状の輪郭を形成する成虫の触覚の輪郭に由来。成虫体長23から48ミリメートル。国産カミキリムシとしては大型である。他の多くのカミキリムシ科と同様、メスの方が相対的に大型で触覚が短い。 体色は黒か主色で、荒い天国が表皮に密生し、光沢のある箇所は局所的である。体型はやや扁平であり、平面型は他の多くの髪切り赤に比べふと短い。全紫外縁は腹部の外にはみ出す。全胸・中胸間の摩擦発音器官を持たず、代わりに後ろ足体節を腹部覆面と摩擦させて発音する。分布北海道、本州、四国、 九州。生息環境平地低山地の新葉樹林に普通。ただ、植樹があれば、新葉樹の純林である必要はない。成虫記に出現。夜行性であるが薄暗い森林内であれば、日中でも飛翔活動等が見られる。等下にも飛来する。水分補給は行うが誤食行動は観察されない。幼虫新葉樹の立ち枯れ、切り株の根。 倒木の土中埋没部分に先行し、湿度が高くやや不休の進んだ材を食害する。修霊幼虫が何年であるかは未確認。側面日本全土に分布している。体長は23から48ミリメートル。和名の由来は触角の形状で、この部分がノコギリの葉のようにギザギザになっているところから、黒くがっしりした体型をしており、 近縁種の薄葉髪切りよりも体長が短いものの、横幅と体格では、こちらの方が迫力がある。大顎は、クワガタムシのメスより大きいくらいに発達する。歩行速度が、他の大型のカミキリムシと比較して早く、色、大きさも、相まって薄暗いところでは、ゴキブリと見間違うほど、他の多くのカミキリムシと違い、これらの種の特徴として、 発音する際は、前胸部と頭部を前後させて発音するのではなく、前肢の縁と後ろ足や甲肢と腹部をこすり合わせ、シュッシュ、と音を立てるが、これはカブトムシのオスがメスに求愛するときの発音手段に似ており、腹部を抑えると発音できなくなる。夜行性で5から9月という夏の期間に発生し、10日にもよく飛来するが、昼間に活動するときもある。 動きが速くて力も強く捕まえると発達した大顎で噛みついてくるので恐ろしい。幼虫は新幼樹の地下の根や切り株を食べて育ち、数年かけて成虫になると言われる。ノコギリカミキリの一種本種は薄葉カミキリ類に近く、幼虫の生態と顔の前方部分に大顎がつく部分に共通点がある。近似種にニセノコギリカミキリという種もいる。 メスの触覚の先端二節が融合している点や、全身の艶が少ないこと、複眼が横長で間が開いていることなどで、区別されるが、非常によく似ている。熱帯には、ル瑠ー色にミキリという微礼種や、大型種が多く、薄葉ミキリと共に、多くの最終形に注目されている種である。ありがとうございます。